塚本教授です。 Fit4 ハイブリッドのスペックが公開されました。で今回はそれについて私が感じたこと3つをお話ししたいと思います。まあ、その3つのうちですね、1つはネガティブなことで、もう1つはまあどちらでもない、でもう1つはポジティブなことですね。はい、1つ目ですね、ちょっと残念だなって思ったこと、それはエンジン直結クラッチのギア比が見直されなかったっていうことですね。まあ、前にですね、インサイトで、まあ、そのエンジン直結クラッチの効果っていうのは、結構いろいろですね、検証をしてます。まあ、制御がもう少しこうしたらいいんじゃないかっていう話はしましたけれども、まあ、それ以前の問題として、まあ、直結クラッチのギア比、これが、まあ、IDCD の6速と7速の間のギア比なんですけれども、でその直結クラッチをつなぐと、まあ、100キロ超えてくると、まあ、ちょっとオーバードライブ気味になってしまうということですね。まあ、IDCD とかですねと比べると、まあ、エンジンの回転数っていうのが結構高くなっちゃう。そうすると負荷をね、少し上げて、まあ、回転数上げたら負荷も上げて、充電も結構積極的にしながら走るんですけれども、まあ、そうすると充電ある程度してバッテリー溜まったら EV 走行で、また減ってきたら充電走行っていうのを繰り返す。まあ、それはちょっと効率が落ちるということですね。まあ、エンジン単独で走行できた方が、エンジンかけ続けて走った方が、まあ、なので IDCD とかね、THS も高速意外とね、燃費がいいということで、まあ、その辺は過去の比較動画をご覧になっていただけるといいかなと思うんですけれども、まあ、その要は高速域で、もうちょっと実燃費を上げようとしたら、まあ、直結クラッチのギア比をもう少し高めに設定してほしかったわけですね。まあ、ギアの数値を低くする、高速よりに設定してほしかったということですね。まあ今回はスペックでは勝負してないっていうふうに、まあ、ホンダはねいろいろ言ってますけれども、まあ、その直結クラッチに関してはなんだかんだ言ってやっぱね WHC モード燃費っていうのをかなり意識してるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、あのギア比っていうのは WLTC モード燃費対策というふうに言っていいと思います。実燃費はあんまり良くないっていうのは今まで散々レビューしてますし、まあ、正直 e パワーとほとんど変わらないわけですね、実燃費に関しては。だけれども、まあ、それだったら直結クラッチなんていらないじゃんっていうふうに思うかもしれませんけれども、まあ、そこはやっぱりねモード燃費を上げたいと。でやっぱりその直結クラッチっていうのが e パワーにない IMPD、まあ、同じシリーズハイブリッドベースだとしても高速域だけは、まあ、パラレルハイブリッドになるというところですね。まあ、そのアイデンティティとしてはねいいんですけれども、まあ、せっかく乗せるからにはもう少し実燃費の部分も上がるようなね、工夫をしてほしかった。まあ、どの道ですね、モード燃費でも、まあ、トヨタにはかなわないわけですから、 IDCD と比べても、ね、ほとんど高速のモード燃費変わりませんよね、シャトルと比べて。まあ、なのでそれだったらねもう割り切って直結クラッチはもっと実用燃費を上げる方向にギア比のね設定をしてほしかったなっていうふうに思います。はい、でもう一つですね、これは私が結構驚いたことですね、それはバッテリーの容量がね結構小さいっていうことですね。まあ、IDCD と同じ容量かなっていうふうに思います。まあ、バッテリーのですね、容量っていうのは公表されてないんですけれども、個数が48個っていうのが公表されています。で、まあ、その48個おそらく直列でつながってるんですけれども、まあ、インサイトがね60個でした。で、1つのセルの容量が5アンペアアワーで、バッテリーね、リチウム電池だから 3.7 ボルトぐらい、まあ、3.6 ボルトでしたかね、ホンダが使ってるやつは。ということで、まあ、それ掛け算するとね、その 3.6 ボルト ×5 アンペアワー ×48 って計算すると、まあ、0.86 キロワットアワーぐらい、まあ、IDCD と同じになります。で、まあ、これはね、ちょっと想定外というか、まあ、私はあのインサイトとね、バッテリー容量は同じで来るかなと思ったんですけれども、まあ、モーターの出力がね、下がりましたけれども、まあ、バッテリー容量も結構下がった。てか、そのバッテリー容量の下がった分の方が結構大きいですよね。で、まあ、パラレルハイブリッドと同じバッテリー容量で、まあ、大丈夫なんだ、ふーんっていう感じで思いました。まあ、e パワーが 1.5 キロワットアワーですね。それと、まあ、IDCD と同じ DHEV ビットのバッテリー容量は 0.86 キロワットアワーですね。比べると結構下がります。で、まあ、シリーズハイブリッド、当然 IDCD とかね、パラレルハイブリッドと比べると、バッテリーにかかる負荷は結構大きいですけれども、まあ、それでもね、あの容量で大丈夫っていうふうに判断したんだなっていうふうに思います。まあ、コスト削減ですよね、っていうのを、まあ、
まあ、やってきた、まあ、ちゃんとね売って儲かるハイブリッドを作るっていうのは大事なことですから、まあ、バッテリー容量を小さくしたっていうのは必ずしもね悪いかっていうと、まあ、そうでもない、そんなに大きくする必要がなければないと判断したんであればそれでいいと思いますし、まあ大きいと思いですね。だけれども、まあ、ちょっとシリーズハイブリッドとしてはかなり容量小さいんじゃないかなっていうところで、まあ、例えばそのレスポンスも、まあ、バッテリーで出力できる分はいいんですけれども、 E パワーと比べるとそのバッテリーで出力できる電力っていうのは、まあ、制限があるんで、エンジンをちゃんと回して発電しないと結構ね加速が鈍いのかなっていうのも思いますけれども、まあ、その辺は実際にね乗ってみて確認したいと思います。まあ、逆にあのバッテリー容量でアクセル踏み込んですぐにねガンと出力が来たら、まあ、バッテリーにかなり負荷をかける制御をしているってことなので、まあ、それはそれでね問題なので、まあ、E パワーとかと比べるとおそらくねエンジンがかかってない、まあ、マナーモード EV モード出している時のにアクセルを、ね、踏み込んだ時の出力っていうのは、まあ、結構限定的なのかなっていうふうに思います。はい、で最後ですね、良かったと思うことですね、それは、まあ、ホンダがですね、ようやくというか、まあ、パワーをそんなに求めなくなってきたということですね。今までは、まあ、他のハイブリッドシステムと比べて、結構パワーをね重視してた、まあ、それがスペックから明らかに分かった、まあ、私のね予想が、まあ、大きく外れた部分だと思ってます。まあ、燃費に関してはね、だいたい JC08 でリッター40は厳しいかなっていうのと、まあ、WATC はね、まあ、リッター32くらい行ってほしかったけど、まあ、行かないかなってところで、まあ、だいたいね予想通りだったんですけれども、まあ、パワーに関しては正直予想 を外しましたね。私自身ちょっと予想が外れました。まあ、トヨタのヤリスよりも出力、まあ、スペックになりますけどねは、まあ、トヨタよりはいい値を出してくるかなと思いましたけれども、まあ、出力が80キロワット、まあ、ノート E パワーと同じですね。でトルクに関しても同じ、トヨタとか日産に対してスペックで、まあ、全くね優位に立たなかったというところですね。まあ、これは個人的にはすごく評価したいなと思います。というのも、まあ、シリーズハイブリッドですね、でパワーを求めるっていうのは非常にナンセンスだと私は思っています。なぜかっていうとですね、まあ、パワーを求めるんだったら EV の方が絶対にいいからです。まあ、シリーズハイブリッドね、パワー自体、まあ、最大出力自体はね、EV 並みの出力出るかもしれないですけれども、まあ、そのパワーを最大出力を発揮するまでのタイムラグっていうのを考えたらもう EV には全くかなわないわけですね。まあ、その辺をですね、ちょっと前にノート E パワーで、動画にしましたけれども、シリーズハイブリッドアクセル踏み込んで、まあ、レスポンス自体はすごくいいんですけれども、まあ、その最大出力するまでにタイムラグがあるわけです。でその辺を考えたら、まあ、EV と比べるとやっぱそのパワーっていうところでは完全に劣るわけですね。まあ、もしパワーをハイブリッドで求めるんであればもうパラレルハイブリッドで求める、まあ、パラレルハイブリッドの場合はエンジンプラスモーターってことができるんで、まあ、それだったらね合理的かなと思うんですけれども、まあ、シリーズハイブリッドで、パワーを求めるっていうのは非常にナンセンス。それだったら、まあ、バッテリー容量を大きくして電圧も高くして、まあ、EV にした方がいい、プラグインハイブリッドとかにした方がいいっていうことですね。なのでその辺がでもホンダの今回、スペックからまあねカタログの数値は歌ってないというふうに言ってますけれども、それがパワーの面でもそうだったっていうのは、まあ、個人的にはそのパワーで勝負してないっていうところはね非常に、まあ、ホンダ変わったなっていうかですね、それはすごく良かったなっていうふうに思います。はい、ということで今回はフィットフォーハイブリッドのスペックについていろいろ語ってきましたけれども、まあねやっぱシリーズハイブリッドってねやっぱお金かかるんだなっていうふうに思いましたね。いろいろ、まあ、バッテリーの容量とかモーターの出力とかね、まあ、結構ケチってるじゃあケチってるふうに言えるかもしれないんですけど、まあでも、まあ、やっぱね当然パラレルハイブリッドと比べたらもうコストはかかるし、まあ、スペックしか見てないですけど価格とかそういうコストの部分の苦労っていうのも、まあ、スペックからねちょっと読み取れたかなっていうふうに思います。はい、ということで今回は先日公開されたフィットフォーハイブリッドのスペックについて語りました。ご視聴ありがとうございました。